幸せな生活してそうで安心。イメージ激変3時のヒロインゆめっち。新居新しい家族を紹介。元気そうで嬉しい。お笑いトリオ3時のヒロインの YouTube チャンネルが13日までに更新。新しい家族を紹介した。ゆめっちといえば、昨年5月から体調不良のため一定期間休養することを発表し、今年6月に活動を再開。 復帰後の8月には、トレードマークだったロングヘアをパーマのかかった,た黒髪ボブ今回の動画では、カナで31級が夢っちの新居を訪問し、ルームツアーを観光。訪問早々、誰かの声のようなものが聞こえ、カナでは誰かいると気になる様子であったが、夢っちは返事を濁していた。彼氏と聞くと、新しい家族ができて、 と告白した夢っち。実は夢っちの新しい家族とは、愛犬のブブくん。奏でにタックルするなど元気いっぱいな様子である。ブブ君の体重は1 3キログラムで、夢っち曰く、私の甥いっ子より重い、ワンちゃん界の奏、と表現していた。それを聞いた夢っちが、ワンちゃん界の福田、牧として紹介したのが、 もう一匹の愛犬である、ひまちゃん。二匹で勢いよくじゃれ合っており、仲がいいようだ。動画では、室内に物が散乱しており、お世辞にも綺麗とは言えない状態だったが、新居は整理整頓が行き届いており、清潔な状態をキープ。前の家とのあまりの違いに、かなでは終始驚いていた。そんな夢っちの新居での様子に、ファンからは、 愛する家族と幸せな生活してそうで安心したやっぱ、誰かと一緒に住むって環境変わる。犬飼い始めると掃除する率高くなるよね。元気そうで嬉しい。ワンちゃんも可愛い。本来の夢っちってこうだったのか、と好意的な反響が寄せられている。